カール・ビリソンが南シナ海へ向かっているのをキャッチしました。今回はカール・ビリソン含めアメリカ原子力空母の今後の展開を詳しく見ていきますね。日本に2隻目を配備する計画もあるようです。近年の中国による海洋進出、台湾侵攻の危機を受けて、アメリカ海軍が日本に2隻目の原子力空母を配備した場合の研究報告をアメリカ議会に提出したとのことである。アメリカ海軍は2021年現在で11隻の原子力空母を保有しており、ニミッツ級が10隻と、2017年7月に就役した次級、フォード級のネームシップ、ジェネラルド・ R ・フォードである。なお2番艦、ジョン・ F ・ケネディは、2019年10月に進水、2024年就役を予定。これらのうち、アメリカ本国以外を母港としているのは、横須賀基地に配備されている第7艦隊所属のロナルド・レーガンのみであるが、アメリカ海軍が、さらに、もう1隻の配備を検討し始めたとされ、その背景には、中国海軍の南シナ海、東シナ海、西太平洋において、ル海洋進出と、舰艦増強があるとされている。2020年に、アメリカ国防総省が発表した年次報告書によると、中国海軍の艦艇保有数は、アメリカ海軍の約290隻を超えて、約350隻に達したとされ、特に、空母、原油2隻、建造中1から3隻、やその護衛のための、イージス艦や駆逐艦などの大型艦艇の増強が著しいとされているほか、原子力潜水艦では、弾道ミサイル原子力潜水艦、094型、スム級、攻撃型原子力潜水艦、095型なども、その数を増やしているという。空母に関しては、遼寧、山東の2隻に加えて、国産空母としては、2隻目となる満水排水量8万5000トン級の大型空母、003型の建造が進められていて、どうやら、この間には、アメリカがフォード級装備し始めた最新鋭の電磁カタパルトが装備されると噂されている。ちなみに、この電磁カタパルトは、アメリカ海軍でも、まだ、技術的な問題を抱えているとされていて、蒸気カタパルトすら経験がない中国海軍が果たして運用できるか、懐疑的な見方が多い。しかしながら、現在建造が始まったと予想される004型と K が進められている005型については、原子力機関が搭載されるとの報道があり、これらが実現することになると、西太平洋におけるパワーバランスが大きく変わることになるだろう。また、空母の影に隠れて、あまり話題になっていないが、強襲揚陸艦の増強もまた著しく、2021年4月に、075型海南級強襲揚陸艦が就役して、同型艦2隻が建造中、最終的には8隻体制になるとされ、原油の0071型極小ドック型揚陸艦8隻と合わせると強力な海陸両用作戦能力を持つことになり、台湾侵攻がいよいよ現実味を帯びてくる。このような状況の中で、2021年8月上旬現在、第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは中東に出動していて、アジアにアメリカ海軍の空母が存在しない事態となっている。ここまで、アラビア海には、空母、ドワイト、D、アイゼンハワーが派遣されていたのだが、修理の必要が生じて、アメリカ本国に帰国したため、アフガンから撤退するアメリカ軍の支援を、ロナルド・レーガンが交代することになり、
アフガン駐留軍の撤退が完了する2021年9月までは、アラビア海で行動することになる。そのため、アメリカ海軍は、空母、カール・ビリソンをアジアに派遣することとして、カール・ビリソンは、8月3日にサンディエゴを出発して、現在太平洋を航行しているという。カール・ビリソンは、通常は、東太平洋を担当海域とする第3艦隊に所属しているが、第3艦隊は、常日頃から、西太平洋とインド洋を担当する第7艦隊と合流して、アメリカ太平洋艦隊を構成することがあるほか、第7艦隊、及び、中東地域担当の第5艦隊に、空母をはじめとする、艦艇をローテーションで派遣している。今回は、直接、カール・ビリソンを第5艦隊派遣するのではなく、第7艦隊のロナルド・レーガンを中東に派遣して、カール・ビリソンを第7艦隊の指揮下に置く形となったのであるが、この措置にはある理由が考えられるとされている。カール・ビリソンは、ニミッツ級空母の中で、最も早く、最新鋭の第5世代ステルス戦闘機 F-35C、ライトニング2で編成された飛行隊を艦載していて、中国を牽制するためには、最も効果的との判断があったという。カール・ビリソンは、今月末に、イギリス海軍の空母、クイーン・エリザベスと、合同演習を実施するものとみられていて、そこに、海上自衛隊からも、加賀、なども参加するとの報道がある。2021年現在で、2隻の大型空母を保有し、さらに、この先数年で、3隻の保有が予想される中国海軍に対抗するには、アメリカ海軍としても、3隻以上の空母を常に西太平洋、南シナ海、東シナ海に配置しておく、必要があるとされるのだが、世界に空母をローテーション配置するには、11隻ではとても足りない。2021年現在で、空母をアジア方面に派遣することが可能なアメリカの同盟国や友好国の空母は、イギリス海軍の空母、クイーン・エリザベス級である、クイーン・エリザベス、プリンス・オブ・ウェールズの2隻、フランス海軍の原子力空母、シャルル・ド・ゴール、F-35B を搭載しているイタリア海軍の、カブール・クライナものである。そのため、アメリカ海軍は、強襲揚陸艦を、ライトニング空母として、海兵隊の F-35B を空母戦力の補填の位置づけと考えているほか、海上自衛隊の出雲型護衛艦の空母化改修にも期待を寄せている。また、近年、インド海軍が空母の増強を進めており、かつてはイギリス海軍の旧式空母を保有していたのが、ロシアからキエフ級重航空巡洋艦のアドミラル・ゴルシコフを購入して、全通艦班の空母として改装、ヴィクラマーディティアとして、同時に購入したミグ29キロ艦上戦闘機を運用している。さらに、インド海軍は、同じストバー形式の国産空母、ヴィクラントを、2021年中に就役させる予定としているほか、イギリスのベアーシステムズと、クイーン・エリザベスをベースとする、空母建造を計画しているとされている。アメリカ海軍は、中国海軍への対抗策の一環として、インド海軍との連携を視野に入れおり、日本が、提唱したく、は、と、日米豪印戦略的対話によって、中国を封じ込める動きを見せている。ところで、最近、大型空母不要論を展開する記事を目にすることが増えてきた。大型原子力空母は、建造だけなく、維持にも、莫大な費用がかかるので、射程距離の長い地上発射型の弾道ミサイルを多数配備した方が、良いとの考え方である。アメリカ海軍による空母打撃群は、もはや、時代遅れであるとされ、中国へ接近しようにも、巨大な艦隊が、空母キラーの、
格好な標的となるという。とはいえ、だから、空母は必要ないとするのは、いささか暴論であろう。これまでのアメリカ海軍による原子力空母戦略は、原子力空母を唯一運用できたアメリカの空母不沈神話に基づいた戦略であり、近年空母保有を目指す国々の戦略とは異なるものだ。空母が無用になったのではなく、そのような戦略を見直す時が来たということであり、アメリカ海軍も空母の新しい価値を見出す時が来たということであろう。